どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今日はとっても嬉しいお話があります。2月3日になりましたね。予定通りですね、この節分時を分けるときに岡恵理子さんの電子書籍がついに出版されることになりました。おめでとうございます。で、出版作業すべて終わりまして、あとは Amazon のリンクをポチッとする、その Amazon のね処理が終わるのを待っているそうなんですけども、もう間もなく終わってるんじゃないかなと思います。こちらの方すべての処理が終わって確認できましたら URL の方ね、私からも紹介させていただきますので、ぜひね、岡恵理子さん、なんと在宅相談業務2ヶ月目で27万円ということでございます。すごいですね。もう何ヶ月かかってもね、20万30万にたどり着かない、そういったビジネスマンが多い中で、岡恵理子さん、この方法ならあなたにも20万30万稼げますよ。なぜなら私ができたんだから。そう、岡恵理子さんはね、まあ、いろんな難病を患っていたりとか、うつ病を発症したりとか、本当にベッドの上で寝たきりの状態を過ごしているシングルマザーの、50代の女性でございました。しかしですね、そんなところからできることをやってみようということでね、ビジネスを始めて、それが今の結果になってます。まさにね、3ヶ月4ヶ月前では、こんな未来が来るなんてご本人も思ってなかったでしょ。いや私もね、いやすごいなと思いました。いや私はね、ビジネスの力っていうのは人の収入を変え、人格を変え、未来や夢を変えて人生そのものを変えると思ってるんですよ。私の速稼塾の言葉の中にこんな言葉があります。ビジネスが私を自由にしてくれた。まさにですね、ビジネスっていうのはそれを受ける人も問題を解決してくれますし、ビジネスを提供する人も自由にしてくれるんですよね。まさにいろんな意味でビジネスが全てを解決してくれる味方になってくれるんではないかなと思います。まあいろんなことが書かれていると思いますんで、学びになると思います。岡恵理子さんの電子書籍ぜひ手に取っていただきたいと思います。それではね、岡恵理子さん、この度は出版本当におめでとうございます。私はね、自分のことのように嬉しいですね。もう本当にね、この岡恵理子さんの2022年が今までの人生全部をね、ごぼう抜きするぐらい幸せになりますように、私も応援させてもらいます。それでは、いってらっしゃい。